そうなんだ、かっこいいやつ。屋上のアスファルト。じゃあ上に行ってみよう。MJ 怖えぜ。ああ。たっ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 た。スタッツ。これか。何を見てたんだフェリシア。はい、ミッケー。にょいー。ミッケ。あ、いるよ。いるよ。撮影しろや。お。おー。スタッツ。うわー。やん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 。またあったわね。やん。フェリシア、マギアとの火遊びは危険だよ。火遊びは大好物。上に乗られて、あ。スパイダーマン。あ。猫の仲間が。違います。二人で俺に勝とうなんざ名前。ああ、オーケーオーケー、キョウさん落ち着こう。オーケー、キョウさん。あ、オーケーオーケーオーケー、キョウさん。もういいぜおめえは、ほんとに。ああ、楽しかった。でフェリシアは行っちゃった。ああ、おいしょ。こうしてあなたを見ていると昔を思い出して。やん、ドライブの中身。やだ、本当は私もよく知らないの。エッチ。なんで盗んだの。おい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 、盗まないと息子が殺される。あ、また重い話ですか。ちょっと息子、また重い話ですか。そうやって、ベリシアの息子は嘘だろ。でももしかして僕が。え、え、まさかブラックキャットにまた逃げられた。スパイリーとの、本当慎重なんだね。別のドライブを。あっ、そっか。おいおい、面白くなってきやがった。他に何か分かった？あ、まあ、特には特にはね、うん、彼女はハンマーヘッドの権力争いに手を貸してる。特には分からん。いいこと一つもなさそう。マフィアの抗争だけは避けないと。ドライブのこと何か分かったら連絡する。パパって。あー、ピーターパッパーやな、マジで。大丈夫かよおめえ。誰？ちょっと待った。スクリューボール？誰？もしかしてもう出所したわけ？悪い人？もちろん。しかも私のファンも一緒に連れてきちゃった。みんな本当可愛くてね。悪い人かな。さんまたさんって。出所したってわけじゃ絶対ないよね。様子見に行ってみよう。さんまたじゃねえよ。おバカタレントかなって。確かにお笑い芸人みたいな感じだったの。スクリューボールのファンたちを刑務所に送り返さなきゃ。なるほど。ピッ。あれ、もっと警戒しろや。よし、まだバレてない。まだバレてないぞ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。ダメでしょうか。ああ、いねえな。あ、いない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 。そう、いねえんだよラッターは。いくつ？余裕。本当相変わらず汚い仕事は人任せだな。何を準備してるんだろう。何これ。
いいね。暇じゃないんだよ、ね、すげえ、フォロワー274万。負けた。再生数に命かけYouTuber さん、これ全部ストリーミング中継するんだからヘマはしないようにね。ま、YouTuber さんマジかよ。え、これチャレンジやんなきゃいかん系ゲーム？やだなやだなー。きっと二進法の信号を使ってるはず。俺が活動してる人だったら絶対絡みたくない部類の人やな、この人はきっと。うん。シグナルをたどり正しい順番に EMP 解除する。はーい。ウェブ使わないと間に合わない。学校と同じ万年切り。あ、できた。うざうざ、二度とやらん。本当すごいね。警察の無線で彼女の手口っぽい盗難事件の知らせが聞こえたの。事件の場所を送るね。次に彼女に会っても振り回されないようにね。うん、気をつける気をつける。なんか彼女ってどこへ行っても不幸を招く感じなんだよ。うん、君みたい。不幸の招き猫ってこと？うまいこと言ったつもり？え、別に言ってないですけど。は？いや、あなたが勝手に言いましたよね、今。言ってないんですけどって。うん。は？って。マジレスするなって。警察が通りを封鎖してる。フェリシアの痕跡が残ってれば後を追っていけるかも。ふむ。警備員が襲われたみたい。救急隊から話を聞けるかも。あったん、もうストレス溜まってるんやなって。もうそりゃそうよ。そんな俺のせいにされたって。何があったの？スパイダーマンか。貴重な本が盗まれたらしい。その人は大丈夫そう？ひどく目をやられているよ。目？フラッシュで角膜を焼かれた。やーん。でも直治る。ああ、そういう致命傷にはしないってことね。フェリシアの仕業なら捕まえないと。なるほど、そっち系のやつか。そっち系の悪い人か。何やってんだおめえは。いい日だね。おい、一大事なんだよ今。わかるか、聞いてんのか。どうしねえやるじゃねえか。なかなか、なかなかの強者と見た。路地調べないとフェリシアの手がかりがあるはず。路地なの？これか。古本だ。上下巻あるうちの下巻みたい。上巻はどこ？上巻はどこ？この辺にマッチオファミリーがやってる高級質店があるはず。フェリシアはすでに2つドライブを入手済み。まさかこれが3つ目。何か手がかりがあるはず。どこだ？マグネシウムの燃えかす。警備員の目をくらませたやつか。残留物調べれば倒れるかも。やめよう、スパイディ。やめよう。はっ、得意なやつだぜ。こんな目をつぶってでもできますけど。ああ、目をつぶってでもできますけど、
任してくれませんか。はい、余裕。カットなどいらん。オッケー。痕跡発見、どこへ行くのかな。全然集中できない。パパなわけないよね。あ、まあ可能性なくはないけど。なくはないんですね。こうなったら MJ に相談。いや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 。ダメだろ。直接。いや何考えてんだ。したら 100% 本気にしちゃうって。ま、多分マッチオファミリーのメンバーだ。あ、話終わっちゃった。いや何考えてんだおめえ。やばいだろそれは。よ。違います。またそうやって俺を悪者扱いする。ミセロの人にも言ったけどハンマーヘッドと組んでないし、その発想かなり屈辱的。マッチョファミリーが見つかるのだよ。マッチョの人だったら全ファミリーを敵に回すってハンマーヘッドだ。いる。よう、ほんとにな、ちゃんと否認しなきゃ。ほんまに痕跡を追わないとダメだよスパイディ。あーなあ、頼むぜ。ハンマーヘッドの手下だ。またこのナンバープレートを調べてくれない。 DT 了解、後で連絡する。それが、うん、おいおい、ねえじゃねえか。ドライブはどこだ。直接ハンマーヘッドに届けたいんだとよ。ドライブを持ってこいって言ったよな。他のもあの女が届けたからてっきり。あ、俺からの命令に背いたわけだ。やめなさい、内部構想どうなるか分からない。あ、ちょっとやっちめえ。待て、おい、待て、やめてくれって。おりゃあ、今アメージング。驚くことなくない。どうなるか分かってたんじゃないの。命令だ。俺に歯向かうとどうなるか分かってんだろうな。まあ京さん、あなたは違うわ。いいだろ最先端で。うえ、やばーい。おいおい、おお、あおい、ダブル強さん。和やかだな。最悪、うん、はい、これ多分延滞してる。何言うてんねんこいつみたいな目で見てたけど。大丈夫今の。滑ってないスパイダースレスレやぞ今の。またドライブ取られた。あと一つでハンマーヘッドはマギアのドライブを全て手に入れる。ドライブの中身を突き止めなきゃ。それとさ、いろいろあってちょっとしたことで多分大したことじゃないけど、やめろ。気になることがあってちょっとした。やめろ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 。ちょっと怖い、わかるよ。ああ。ごめん。フェリシアが奴と組んでるのは息子を取られたからなんだ。息子？彼女子供いたんだ。はあ。でもいかにもハンマーヘッドのやり方って感じ。ふむふむ。それで、まあ、続きもあってさ、うん、僕が昔フェリシアと会ったのを知ってた。おわ、うん、それで、うん、それで半切れ。え、それ本当？いや、それがその、いや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 、
修羅場。ちょっと電話切るね。あほらきっと落ち着いたらまたかけてくるよね。終了。転換にちょっとパトロールでもしてこよう。そうだな。こんなおめえやべえわ。うん、心が落ち着かんそんなの。うん。ドン引きしてて草って。お、来た。マジ許せねえな。ちょ、ムラムラするから犯罪者ボコそう。うん。イライラだ、イライラするから。犯罪者が倒そうね。あ、そう、モヤモヤでした。モヤ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 するから。いや、ピーター。あ、マイルズだけど、あの、実はさ、また今話せる？いいよ、どうしたの？ムラムラで白いタッチ。おいないんだけど。どうした？もしかして今スパイダーマン中だったりする？うん。そんなとこかな。そうだぞ。本当に？ちなみに何してるとこ？え？何してる？モヤモヤ、イライラ、ムラムラしてるとこ。そう。あ、もしかしてそのこういう質問するのって。僕も助けていい？やっぱ絶対変だよね。なんかこれってストーカーみたいだし。え？全然平気。それで用事は？別に。来てる？なんでもない。本当ごめん。急ぎじゃないし、また後でね。はあ、なんだこいつ、思わせぶりな態度取るな、お前。おい、よくねえぞ。陰キャって。要件を伝えるなら、で伝えないなら電話をするなって、君らだったら怒ると思うけど、俺は寛大な心持ってるから。いいぜ、マイルズ。いつでも電話してこいよ。なんか MJ から電話来たんだけどさ、付き合ってって言われたんだけど、ピーターどう思う？的なね。あるわ、それ。いや、あるぜ、結構。なーにー、許せねー。誰がそんなこと。なんだこいつは。殴らせろ。あ、とりあえず OK、 こんなことしてる場合じゃねえ。はーい。MJ、ちょっといい？お。待って、よく聞いて。え？私、この前はちょっと大げさに反応しちゃった。この前はって。そんなことないよ。僕でも同じ反応になって。さっき。私たち別れてたし、私もデートした人たちいるし。は？そっか。で、また、人たちって。おい。え、何も。こら。私たち、大人でしょ。囚われてる子供がいるなら、私たちが助けなきゃ。君って最高。いいやつだ。まあね。そう。まあね。ドライブの中身が分かったかも。数年前、5つのファミリーで共用の会計システムを導入したの。資産を1箇所にまとめたのか。そこにアクセスするには5つの寛大な心を持ってるな、MJ は。ハンマーヘッドはブラックキャットの息子をさらって。彼女に他のドライブを盗ませて、他のファミリーから資産を乗っ取ろうとしてる。自分だけ超リッチになって、他のファミリーはすっからかんってわけ。あいつより先に最後のドライブを見つけなきゃ。だね。だね。おいおい、そんなことより MJ はあまたの男とデートしたってよ。まあしょうがないね。俺もしたし、MJ と。しゃあねえ。MJ かわいいしな。ふぅ。はい、余裕。どういたしまして。しょうもねえことで手を煩わせやがって。俺は今忙しいんだ。シ
修羅場なんだ俺は。うん、30秒で終わりましたね。フェリシア、ちょっといい？ちょっと大事な話をしよう。おしゃべりしたいとこだけど。本当にお願い。今急いでるの。いや本当に、ああちょっと3分でいいから頼む。あーウェブが出ねー。くしゃ、電磁パルスでウェブシューターがショートした。何ダッシュで追いつくしかなさそう。いいぜ、パルクール大得意。子供が人質なら君一人じゃ無理だ。あぶ、私一人でやってきた。力になってくれ逆に。おーおーおー、すごいすごいすごい。そんな僕を信じて。昔は組んでただろ。そうだ、いろんな意味で組んでただろ。これ永遠と追いかけてたいんだけど、楽しくて。どけ。ちっぽけな問題、ほっといて。ちっぽけかどうかは僕が決める。そうだ。待った、マフィアの暴走のこと。それだったら大問題。わーお、わーお、わーお。これ、あ。すいません。好奇心旺盛でずっと落ちたらどうなんだろうって思ったら終わってしまいました。ダメだー、お前じゃ危ねえ、危ねえ、危ねえ、おりゃ強い。えっ、わー、ひどないこいつ、普通にひどいな。待ってました、ウェブシューター復活。え、一緒にハンマーヘッドを止めよう。どうやって、殺しも法をやめることもしない、あなたのやり方じゃ無理よ。早いな、教えてくれ。もしかしてその子って、私の子よ、私が育てていく。その子って俺と血はつ、あそうだよ、俺にも俺の人生が。あー、むずいわ、一晩中続けたってヘッチャラ。むずいわ、可愛いこと言うわ。むずいわ、おい待って、大事な話なんだ。本気出さなきゃダメかしら。なんだなんだ、かっけえな、ブラックキャットも。追いかけっこは終わり、もう追わないで。やだ、大事な話なんだ。え、鈍らせるがあんのか。ちょっと逃げるのおしまい、もう追ってこないで。おい、永遠と追ってやるぜ。変態さんみたいな。永遠と追ってやるぜ。君がすばしっこいからだって。ねえ、追い抜いちゃった。どうすればいいんだこれ。おりゃ。やっとか、これで近寄れる。来たー、ギュッ、しつこいな。おりゃー、おりゃー、お待たせ。お、人間らしく話さない。んちゅ、人間らしくしてるつもりだけど。んちゅ、おー、こいつもすごいな。神は知ってるよ。さすがね、強くてスマート。ハンマーヘッドにドライブを渡しちゃダメだ。それを渡せば子供は殺される。しつこいのはお前って。どうするつもり。お、時間を稼いで教頭か。その隙に子供を探す。は、嬉しいわヤン、また一緒になれるの。いやー、そういうのはなし。いやいいわ、2日くらいならどうにかできるかも。ヤンヤン
それで君の子供だけど、ちょっと刺激が強すぎんよ、これ見てる子供たちにとっては。まず子供を探す。取り戻したらその時話しましょう。うん、俺たちの将来について。じゃあね、スパイダー。やーほー。あー、 MJ に殺される。いややはり、やはりそうなのか。ピーター、今度は捕まえた？ああ、いや、彼女が時間を稼いで僕らが子供を探す。ちょっと、それで子供の父親は？あ、はぐらかされただと思った。彼女に利用されたりしてないかな。ブラックキャットは理由もなくハンマーヘッドみたいなやつと組む人じゃない。ああそう。じゃあナンバープレートを調べてみる。分かったら知らせるね。MJ ちょっといい人すぎんか。もうガス欠だ。物分かりいいの。腹ごしらえしなきゃ。腹ごしらえしよう。エディーズピザ。お、エディ、僕だよ。スパイリー、腹減ってるのか？大正解。いつものお願い、ペパロニ多めね。任せとけ。お金あるの？屋上に配達か？うん、頼むよ。前と同じ屋上で。はーい。待ってな。できたら知らせる。仲良しか。エディが来るまで町の様子をチェックしてこようかな。いやー、もう本当に。マイルズ、さっきの電話、相談したいことはあったんだろ？お、え、声を失ってる。いや、ピーター。え、あ、あれは、なになに、ちょ待って。本当大したことじゃない。ねえ、バグってますがな。ただそのもしも時間できたら僕のトレーニング始められたら。トレーニング？そう、基本的なやつ。バグってますがな。スイングとかさ、それか低いビルとか、なんなら木でも。まだ15歳だろ、学校もあるし、そっちの方がよっぽど大事。そうだけど、もし学校の宿題早く終わってピーターが暇だったらさ、ピーターだって15で始めたんだろ。俺に暇な時はね。そのせいで少なくとも100回は真相になったけどね。危険すぎるよ。そうはよ。そっか、だよね。そうは。また後で。先が思いやられる。弟子なの？もうやっぱマイルズ弟子になるのか。要はすごいな。マギア関与の疑いあり。事件現場はミュージアムマイル、どうぞ。まああんな能力持ったらね、そうなるか。子供も弟子もいるのかって。うん、やっぱそろそろね、隠居の準備を進めなきゃ。意見なんて言ったって、ヒーローじゃお金は稼げねえ。はあ、ちゃんとした職に就かなきゃいかん。お待たせ、スパイリー。できたぜ。待ったぜ。ヒーロー。ヒーローはあんただろ。まあよかったら SNS で店のこと書いてくれ。話題になるからさ。任しといて。いい、やるんだ。やはりインフルエンサーとしてね、そういう PR 活動もね、やはりしていくべきではないでしょうか。うん。隊員に次ぐ、マギアの重要参考人が行方不明。グラマシー付近の隊員、応答願います。すまね、俺には今ピザしか頭にね。てめえらで何とかしてくれ。人命よりピザだ。申し訳ねえが。おい、ヒーローって、はヒーローだって腹は減るんだ。やってられん、腹が減ってちゃう。ああ、しょうがねえだろ。ああ、聞こえない。すげえ気使えるなぁ。ちゃんと置いてあるよ。うん。そうそう、ピザ冷えちゃうからね。
出来たてがうめえんだよピザはよ。うん。さーて、わあ、美味しそう。会いたかった。会いたかった。でもすぐにお別れしちゃうけど。おもろいな、いい話が。俺も今度ご飯食べるときに会いたかったって言おう。ああ会いたかったーって。もひもひ、ナンバープレート、飯食ってるわ。登録先はもひもひ、ハンマーヘッドの古い友人が経営する倉庫会社、今目の前。もひもひ、ちょっと待ってて、すぐそっちに向かうから。じゃあそれまで辺りを偵察しとかった。また MJ パートか。